したお鍋にお魚とお豆腐とお出汁を入れたね。お野菜もいっぱい入れてるよ。本当だね。とっても美味しそうだよ、みーたん。あ、これがっしゃんじゃない？もガシャーンしたらレモンがいっぱいのお鍋だね。おいしそう。みーたん、早く食べよう食べよう。いただきます。ガッシャーン。愛媛県の今治でガッシャンを探そう。いろんな色のタオルがあるね。ガッシャンするのかな。紫のタオルをブーン。ガッシャン。ちょっと小さいタオルをまだまだガッシャンだ。うーん、ガッシャン。もう一枚、もう一枚。うーん、ガッシャン。今度は黄色いタオルにガッシャン、ガッシャン、ガッシャン、ガッシャン。こっちのタオルもガッシャン。きれいに並べられたね、みーたん。ガッシャン。ねえねえ、みーたん、今日のガッシャンは何かな。もなかの皮にバター、それからあんこがあるね。ガッシャンかな。モナカの皮にあんこを乗せてるね。そこにバターをブーン。ガッシャン。またあんこを乗せたら、モナカの皮をブーン。ガッシャン。ギュッギュッて押しながらくるくる回してるね。みーたん、みーたん、早く食べよう。ねえねえ、ひーたん、そんなに食べられるの？平気平気。いただきます。ねえねえ、みーたん、今日のガッシャンは何かな。今日はね、紙コップと袋でお化けを作るよ。お化け？透明な袋にお顔と紙コップにお洋服を描くよ。紙コップに穴を開けてるね。これは大人にやってもらってね。切ったら袋にストローをブーン。ガッ
袋をストローに巻きつけてるね。今度はストローを紙コップにガッシャーン。穴からストローを出したら一旦ストローをふーって吹いてみて。ふーっ。袋が膨らんだ。お化けかわいいね。車とカゴと鏡があるね。ガッシャンかな。カゴをブーガッシャン。ネジをつけたらくるくるってしてカゴが動かないようにしてるね。今度はこれをガッシャンするのかな。ブーガッシャン。僕たちもお手伝いするよ。ブーガッシャン。見て見て、僕の顔がよく見えるよ。自転車の合車、楽しかったね。そう。果物がいっぱいだね。みかんの皮を剥いて、小さく切ったら、ここにガッシャンあるかな。タオルのお店だね。ねえねえみーたん、これは何だろう。ガッシャンかな。タオルをブーガッシャン。僕もブーガッシャン。ガッシャン、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 ガッシャン。緑のタオルも、ガッシャン。まだまだ、ガッシャン。
タオルのガッシャンいっぱいできたね、みーたん。うん、楽しいね、みーたん。ガッシャン。ねえねえ、みーたん、今日はでんでん太鼓を作るよ。丸い箱を使うよ。蓋に穴を開けて、この穴を全部で4つ開けるよ。ボタンに糸を通したら、糸の端を結んで、さっき開けた穴にブーも通したら、箱に切れ目を入れて、そこにお箸をブーガッシャン、蓋をブーガッシャン。見て見て、でんでん太鼓の完成。音が鳴って楽しいね。合唱。ねえねえ、みーたん、今日の合唱は何かな。パン屋さんだね。合唱あるかな。長いパンがあるね。どうするのかな。砂糖をいっぱいつけてるね。これは揚げパンだね。袋に入れたら、ガッシャン。いらっしゃいませ。おいしいパンはいかがですか？いらっしゃいませ。いかがですか？合唱。ねえねえ、みーたん、今日の合唱は何かな？自転車屋さんだね。合唱あるかな？あれれ、みーたん、この自転車、タイヤがぺちゃんこだよ。これじゃお出かけできないね。そんな時は、これを使って空気を入れよう。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。タイヤが膨らんできたね。どんどん空気が入っていくね。これでお出かけできるね、みーたん。お出かけしよう。僕、公園行きたいな。